本日ご紹介しますのは、中国のアンティークチェスト腸の金具が付いたタイプです。本体のサイズは天板が横幅77.5。奥行き49.5。高さは90センチ、本体の横幅は天板よりもやや狭く7。2センチです。デザインの特徴としては、この天板が少し突き出している部分と四隅の足が円柱状をしていること。そして扉の下に。 えー、少しこう飾りの板がついていること、まあこれは補強も兼ねての板です。サイズもちょうどよく、えー、いろんなところにコーディネートしやすい家具だと思います。塗装は落ち着いた焦げ茶。おそらく本体は古いんですが、再塗装を近年されているそんなものだと思います。 全体的に落ち着いた色なので、日本の様々なインテリアに、えー、コーディネートがしやすいと思います。扉の内部は棚板が1枚取り外しが可能な棚板が入っています。棚の中のサイズですが、奥行きは約39センチ、横幅は67棚の上の段が高さ約30で、下の段が37センチちょっとですね。 下の段なんかは A4 のファイルが十分に入る高さですし、奥行きもたっぷり入る、そんな収納もしやすい家具になっています。扉は大開放するとかなり間口が広く使えます。もちろん扉は簡単に外せる仕組みになっていますので、大きなものの収納ですとか模様替えの時なんかには外して軽くした状態で移動するなんていうことも可能です。 続いて古い家具特有の傷やダメージをご説明します。扉を開けて底の部分ですね、底の手前に少し隙間が見られます。また、天板も長い間お使いになったので、細かい傷や部分的に物が強く当たってできたへこみなどが所々にあります。天板は周囲の枠と中央の板の間に2ミリから3ミリ程度の隙間が見られます。また、一部木が 乾燥により隙間ができてしまっているようなところもあります側面も同様で木の継ぎ目に沿って収縮をしたためにできた隙間が両サイドともにあります節目の部分も少し塗装が傷んでいるそんなところが見られますこうしたダメージについてはご相談に応じて補修のご案内をいたします以上 中国のアンティークチェスト A013-1 超金具のチェストのご紹介を終わります。詳しいコンディションまたお手入れのことについて気軽にお問い合わせください。